はい、皆さんどうもこんにちは。いろと申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけれども、トゥンカロンをね、初めて食べる。実はトゥンカロンってまあ何ですかっていうと、まあ、分かりやすく言うとでっかいマカロン、まあ、要はマカロンなんだよ。まあけどマカロンのなんか強いバージョンみたいな感じだね。これはね、セブンイレブンさんで買ったやつだね。富士屋さんのトゥンカロン、いちごガナッシュだね。美味しそう。めっちゃいい匂いする。カプリコあるじゃん。あれのさ、いちごのさ、チョコレートあるじゃん。あんな感じでめっちゃいい匂いする。これね、中身ね、マシュマロらしいんだよ、この白いやつ。食べよう。わあ、いけるか？ほう。まあちょっと高校食べる。いやー、でもなんか、まあちょっと行くわ。いただく。でもすごくない？上と下で色が違うんだよ。こっち白、こっちピンク。わあ、うまそう。じゃあ、すいません。初、つんかの、いただきます。失礼します。このさ、いちごのソースがうめえ。すげえ。生地サクサク系だ。マカロンってさ、結構歯にくっつくとかあるじゃないですか。意外とそんなことないよ。もうユーミーだな、めちゃめちゃうめえ。全然マシュマロ合う合う。うまいうまい。マシュマロそんな食わないけど、なんか全然嫌じゃない。うまいうまい。うめえな。ただ断面を見せられるぐらい上手に食べられなかった。申し訳ない。みんな何となく想像して生きてくれ。なんかちょっと、いや、これ見せるの忍びないからさ、ごめんな。なんとなくで、感じ取ってくれ。違う、なんかさ、骨格の問題なのかな。あんまりさ、そのちょっと口が開かなくて、だから歯科検診とかあるじゃないか。めっちゃ時間かかるもん、一人だけ。申し訳ないもんね。顎がなかなか。まあ、これもしょうがない。勘弁してくれくれ。わざとじゃないことだけ信じてほしい。でもね、うまいうまいうまい。うめえな。ちょっと映像映ってないから、一旦ここで終わっとこう。まあ、年内にね、YouTube のチャンネル登録者数ね、1000人超え目指してるんで、ぜひともチャンネル登録してもらえたら嬉しいでございます。友達とか家族とか、まあ別に誰でもいいけどね、こういう人いるよって宣伝してもらえたら助かります。YouTube 以外で言うと Twitter、TikTok、インスタって、各々ね、概要欄の方にリンク貼ってあるんで、そっちの方からね、フォローしてもらえたら嬉しいでございます。まあ、ライブ配信とかもね、やってるんで、気軽に遊びに来てもらえたら嬉しいでございます。というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方もお願いします。またねー。